絵画骨董買取プロの金子でございます。平櫛田中先生の作品について今日はご案内したいと思います。平櫛田中先生と申しますと、もう近代木彫の世界ではですね、非常にまあ有名な先生でいらっしゃいます。明治5年に岡山県でお生まれになられまして、昭和54年に108歳までも現役で制作活動を続けられた先生でしたですけども、晩年はですね、東京都 の郊外の小平市というところで自宅を構えられて、108歳になるまで活動を続けていらっしゃいました。高村光雲さんの弟子に入ってですね、上京して、非常にその 木彫の研鑽を積まれていたんですけども、中でもやっぱり有名なのがこの、鏡獅子の構図ですね。これは東京国立近代美術館にも収められておりますし、あるいはまあ歌舞伎座なのかでもですね、少し小さいお作品ですとか、まあこのシリーズは何点かございますので、お目にかかったこともあるかと思うんですけども、実際にこの鏡獅子はですね、あの6代目の尾上菊五郎さんをモデルにして、田中もそのポーズをですね、尾上先生に構えていただいて、それをスケッチしたり、あるいは実際に木を削っている時もですね、そのモデルの方あるいはお弟子さんなんかをそばにいていただいて見ながら制作したというエピソードも残っております。まあ、この他にも水戸黄門を描いた青山松陽ですとか、あるいは大黒天、あれは利休の像なんかもですね、非常に多く名品を残されております。平櫛田中さん、この作品お心当たりございましたら、私どもで評価をさせてください。絵画骨董買取プロでは、平櫛田中先生の木彫の作品探しております。フリーダイヤル、あるいはですね、この QR コードを読み取って LINE でですね、画像を送っていただきましたら、簡単にご返事させていただくこともできます。また鑑定側のご相談もですね、平櫛先生の場合にはお受けしております。絵画骨董買取プロ、あるいは私ども、運営しておりますこの集華堂までご連絡をお待ちしております。何なりとご相談丁寧にお受けいたしますので、ご連絡お待ちしております。